はい、皆さんこんにちは、ボドカです。今日はね、まあタイトルの通りなんですけど、近々近日中にね、商品レビューの動画を出しますという動画でございます。はい。で、まあいろいろ思うところあるかもしれないんですけど、実はですね、何のね商品を紹介するかというとですね、ゲーミングチェアの方を紹介させてもらおうかなと思っております。で、ゲーミングチェアって何ぞやって思う方もいると思うんですけど、パソコンの前に長時間座るそのゲーマーの人とかに向けて作られた専用の椅子です。デスクワークとかそういうのの人の用の最強の椅子みたいな、そんな感じのやつをね、商品紹介させてもらいたい、もう商品紹介しようかなと思ってます。で、実はですね、その椅子、なんと提供いただいた品なんですよ。ただなんですよ、実は。提供いただいて、で、どこの会社から提供いただいたかと言いますと、ツイッターの方ではね、もう数日前につぶやいてたんですけど、デラックスレーサーっていう会社から提供いただきました。で、もうデラックスレーサー、マジでって思った方もいると思うんですけど、まあ、その方は、ツイッチとかで海外のロルの配信だとか、COD の配信だとか、あとは CSGO の配信だとかを見てる方が多いと思うんですけど、なんとですね、海外のプロゲーマー御用達の椅子でございます。ものすごい、海外じゃメジャーな椅子です。日本だとね、そのゲームの文化がそこまでないので、なんで椅子にそんな高い金かけなあかんねんって思う人たちも多くてですね、あんまりメジャーじゃないんですけど、まあゲーマー専用の椅子ですね。椅子です。まあ商品の詳細とかはね、次のレビュー動画でいろいろ言おうと思うんですけど、もう海外のプロゲーマー御用達、しかもほとんどのプロゲーマーですから、もう過半数以上占めるんじゃないですかね。そのくらいのプロゲーマーが御用達の、ね、あの椅子ですから、もうそこからね、すごい椅子っていうのは分かってもらえると思います。はい。で、まあ、それをね、僕がね、紹介するってことで、なぜね、こんな暴言 YouTuber なんかにね、その椅子を提供してくれたかって言いますとね、実は僕、オベイ入ってるじゃないですか。で、オベイ自体が、デラックスレーサー、海外のね、デラックスレーサー様と、スポンサー契約しておりまして、で、まあ、その縁もあって、提供していただきました。あとはね、こんな暴言 YouTuber なんかに、商品を提供してくださるデラックスレーザー様の本当に心の広いね、器の大きいものあってだと思います。ほんまにありがとうございます。マジでもらえるってなった時マジで興奮したからな。しかもですよ、なんか俺ツイッターでクソ適当につぶやいたんですよ。いやー、なんか最近ニトリで買ったクソみたいなリクライニングもない椅子、ギシギシ言うし、マジでクソやなこの椅子。なんか どっか提供してくれへんかなみたいな感じで、デラックスレーサーの日本の公式アカにカラリポ送っただけなんですよ。そしたらですね、デラックスレーサー様からフォローしていただきまして、ダイレクトメッセージが来ましてね、そこでいろいろやり取りをしたんですよね。で、最初に言っとくとですね、いろいろうちの商品とかをなんや、レビューしてくれみたいな感じで、基本的にね、商品レビューするときとか、向こうから来るときは、お金とか発生するんですけど、まあ、今回の僕のやつはお金は発生してないです。はい、先に言っときます。マジで金のは一切もらってません。ただ、向こうのご厚意で、僕のわがままを聞いていただいただけです。はい。なんでまあ、そういういやらしいお金の話とかはないんですけど、僕もね、昔ね、YouTube で来てたりしたんですよね。例えば、スマホの充電器だとか、あとゲームに付属するグリップだとか、まあそういうの紹介してくれないかみたいのを来てて、で、なんで紹介しなかと言いますとね、まあその時は、その商品紹介してくれ、対価として、まあ、いくらお支払いしますとかいうのはあったんですけど、まあなんで気づかなかった、まあなんで商品レビューしなかったかと言いますと、ただ単に気づかなかったんですよ。YouTube のメッセージのスパムのとこにそれが大量に入り込んでまして、気づいたのが半年後とかいうね、謎な。まあそのせいでね、商品レビュー遅れちゃったんですけど、他の投稿者さんたちに比べて。
まあ、七日さんとかはね、オーディオの関係のやつとか、ね、今まで結構レビューしたりされてますけど、まあ、僕もしたいなとか思いつつ、まあでもオーディオ関係はそこまで詳しくないし、俺何レビューするやろ、オナホかなみたいな感じの思ってたところでですね、こんな商品を提供いただいたので、まあ全力で挑みたいなと、商品レビューにブンブンハロー YouTube したいなと思っておりますので、どうもマスオですってね、やりたいと思いますので、まあ期待していてください。あ、そうそう、言い忘れましたけど、実はですね、はじめ社長も、ここのデラックスレーサー様の椅子を使ってるんで、まあ気になった方はぜひ、はじめ社長、デラックスレーサー、DX レーサーって調べるのが出ますから、で、検索でもかけてみて、どんな椅子なのかをね、一度見てみてはいかがでしょうか。というわけで、今日はお知らせ動画でした。また次回の動画でお会いしましょう。ほい、ボドカでした。さよなら、バイバイ。